ゆでん TV をご覧さん、どうも。筋トレを過ぎたあまり去年の服は着れません、ゆでんでございます。もともと住んでたマレーシアから日本に帰ってきて以来、米やパンとかの糖質があまりにもまずすぎるマレーシアとは違って、とにかく糖質のうまい日本では当たり前に食事制限なんかできるわけはないよねっていう話だから、全く意識しないまま増量が始まって、気づいたら上半身がかなり大きくなっちゃってたよねっていう話だから、去年まで着てた服が今年着てみると全くサイズ感が違って、この U20 動揺を隠しきれないよねっていう話だよね。ただ筋肉量こそ増えたんだけど、今のままだったらわがままボディすぎてビーチでドヤるにはまだちょっと早いよねっていう話だから、ここから減量のフェーズに入って 2,3 週間後にはチャラ男の U20 らしくビーチの視線を釘付けにしたいところだよねっていう話だね。そして連日動画を出したり配信したりでめちゃくちゃ忙しくて、いい加減休みたいにもかかわらず、香ばしいニュースは俺を休ませてくれないよねっていう話だから、またしてもこの U20 が取り上げてケチョンケチョンにそいつをディスり倒してやんなきゃいけないよねっていう話なんだけど、7月3日にもはや炎上芸人どころか低評価芸人へと成り下がってしまった TKO の木下が、俺も先日まで行ってたベトナムで270万円もすりにあってしまったと。いうことで、この海外事情にめちゃくちゃ詳しいグローバルチャラ男である U20 が、本人を立ち上がれなくなるぐらいにまでディスり倒して、なおかつ今後の対策を教えてやるよねっていう話だね。まずその木下がすりにあった経緯に関して、軽く触れておこうと思うんだけど、ベトナムに転勤した友人に会いに、木下は3泊4日のベトナム旅行に行ったと。そして木下は、ベトナムはすりが多いから気をつけてと。そう現地の友達に言われて、どこに行くにも財布を持たないようにしていたと。ただ最終日だけは買い物をするっていうことで、現金50万円が入ったエルメスの財布をリュックに入れて、ホーチミンにあるモールを訪れたらしいんだよね。そのモールの中でスリに狙われて、パスポートは取られなかったみたいなんだけど、財布や現金の他にも免許や保険証、そしてクレジットカードまで盗まれてしまったと。しかも、エルメスの財布は220万円もする代物らしくて、いただき物で大事な人からもらったと。その現金50万円と合わせて、被害額はまさかの合計270万円にも上っちゃうんだよね。そして木下は、被害に気づいた後に、すぐに警察に相談して、防犯カメラをチェックさせてもらったみたいなんだけど、その映像によると、犯人は男女の4人組で、まずはベンチに腰掛けた木下の後ろから、密かにリュックのチャックを開けて、その後トイレに移動した木下を、女2人が追跡して、そっとリュックから財布を盗むと。そして木下は、動画の中で悔しい表情を見せつつ、ベトナムに限ったことじゃないんだけど、コロナの影響で治安も悪くなってるかもしれないから、気をつけないといけないと。そう謎の注意喚起をした後に、かつて大炎上したペットボトルを投げる素振りを見せちゃってるよねっていう話なんだけど、いやてめえそれで笑いが取れると思ってたら寒すぎだし、そうやって空気読む力がないから芸能界も干されたし、今回のスリンだってあったんじゃねえのっていう話だよね。まず世界50カ国を旅して、旅慣れてるだけあって危機管理能力があまりにも高いこのグローバルチャラ男である U20 が、今回木下が財布をすられた件に関して解説してやるとすると、この監視カメラの映像を見る限り、かなり通路が狭くて、見るからにコピー品売り場っていう感じなんだけど、その場所を名探偵エドガー20が特定してるとしたら、旅慣れてない観光客にとって最もベタな、お土産やコピー品を買う場所である、ベンタイン市場か、サイゴンスクエアのどっちかだと思うんだよね。その二つは、ほとんどが外国からの観光客であることから、明らかに外国人とわかる汚えおっさんが、ブランド物のリュックを背負って、そこに行くことしたい、カモがネギを背負って歩いてきたのと全く同じだし、100% 自業自得でしかないんだよね。しかも、その財布の中に、現金50万円を入れてたっていうことは、ベトナムの通貨に換算したら、まさかの1億ドンっていう単位になっちゃうよねっていう話だし、そのドンの紙幣は、最大でも50万ドンまでしかないよねっていう話だから、よっぽどでかい財布じゃないと、その1億ドンを全部入れておくのは無理だと思うし、おそらく財布と別に、札束を裸のまんまでカバンの中に入れてたと思うんだよね。しかもこういう狭いモールの中でリュックを後ろ向きのまま持ってるっていうことは、はっきり言って取ってくださいって言ってるのと同じだし、木下には 1% たりとも同情も擁護もできないよね。しかもここまで無防備に財布と大量の現金を取られて、偉そうに注意喚起しちゃってんだけど、てめえのそういう無責任な行動のせいで今後どれだけの日本人にとって迷惑がかかるか分かってんのかっていう話だよね。だって
これで味を占めたスリの奴らは、日本人のおっさんらは警戒心もないし、ベトナム人にとったら年収レベルの金を裸でリュックに入れているとは、そういう認識を持たれた時点で、のんきに平和ボケして偽物市場を歩いてたてめえのせいで、今後日本人の被害が増えたらどう責任を取ってくれんだっていう話だし、そもそもこんな動画を出してる時点で、同じ日本人として恥ずかしいし、てめえがてめえ自身のクソさを認識するまでは、二度と海外なんか行くんじゃねえよっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、ベトナムで恥さらしをしてしまった木下のクソ野郎とは違って、このユーティンティがベトナムを旅した時の、あまりにヤバすぎる動画たちも、今全力で編集してて、近々てめえたちにお披露目できるよねっていう話だから、そんなベトナムのリアルを全て詰め込んだ、旅動画にも期待しててくれよっていう話だよね。そして、この U20 も日本でこそハイブランドのリュックを背負って街に繰り出すことはあるんだけど、海外では基本的にナイキのナップサックにセリアで100円で買った2つ折りの財布しか持っていかないよねっていう話だし、この U20 を見てるてめえたちも決して TKO の木下みたいに日本人として恥をさらして舐められるような真似だけは絶対にやめてくれよっていう話だからね。今すぐにチャンネル登録と高評価をして、ペットボトルを投げつけられて濡れちまったペラルタの服は今すぐに脱ぎ捨てて、次の動画またゼラタクシーもらったと思います。それではまたネクストユーティン TV でお会いしましょう。 See you。Hold on, hold on, 矛盾と書いて歓迎だの。醸し出す売国のフレーバーなんでだろう。夢の超特急で解くはまだ超高。地獄への逃亡。脳みそ見るとじゃあもう目の変流変。イチャラソウプッシー開いてビッビン。キムチ群がる黄金の国ジパン。無駄な挑戦フルボコで無言のダウン。恵まれない坊ちゃんがチャリティーコンゲン。文句だけはゴリパでもタリキ本軍。震災の影響で全国会再シャッフル。お前の顔よりはみたいやのこのファイナップル。化け放題どこも変だよ日本人。正義ずらしたハゲなら Fuck the bullshit。 操作されたラッパーこぞってまとまったぞ。せーので消えろゲームパスタトミーボン。気づかずに失って